お揃いのようですな。や、500年前と現代のハジャブネ氏、そしてエテーネの民、皆様を心より歓迎いたします。大地の箱舟は何故安全にアストルティアの地を運航できるか考えたことはおありでしょうか。そう、かつて天の箱舟と呼ばれし、この船に秘められた覇者の力が魔を寄せつけぬゆえ、つまり大地の箱舟はあなた方が操る覇者舟とある意味では近しい存在なのかもしれません。え、もしかしてハジャブネを強化する方法って。お察しの通り、覇者の紋章にて大地の箱舟自体をハジャブネとする術のことでございます。私のハジャブネでは歯が立たなかったレイダメテスも、この大地の箱舟ならきっと。あなたはかつて500年前へ向かい、過去の世界を救われました。時は線路と同様、円環を描くもの。それゆえ時の円環はこの時代を救うため、500年前よりエルジュ様を呼び寄せました。時の円環が崩れれば、運命は巡り巡りて救ったはずの500年前の世界も破滅してしまう。それゆえの導きです。そうだったのか。この時代に冥王ネルゲルが復活するから大地の箱舟に乗れというのが、死から僕に授けられた予言だった。あの時は何を言ってるんだと思ったけれど、こうして僕はゼーベスに出会い未来へ来られたんだ。さて皆様、大地の箱舟をハジャブネに変えるには、ハジャブネ氏の力と時渡りの力、すべてをつなぐ覇者の紋章が必要です。すでに大地の箱舟には覇者の紋章を装着しております。二人の覇者舟氏よ、そしてエテーネの民よ、今こそ大地の箱舟に力を。これまでとは桁違いの力が私の体にみなぎっています。エルジュ様が死の宿命より解き放たれたことが、子孫であるあなた様に良き影響を及ぼしたのでしょうな。私、時の車掌ゼーベスは今ここに特別列車大地の覇者舟の運行を承認いたします。スイッチオン！行こう、レイダメテス！大地の覇者舟、出発進行！このケイト様に黙って冥王ネルゲル討伐に向かうた、水くせえぜ。あたしも連れてけ！
あとちょっとって。待っていたぞ、今今しきエテーネの生き残りよ。我が巨匠、よみがえりし神殿レイダメテス、よくぞ参った。貴様を倒し、あの雪辱を果たさぬ限りは我が復活は完全とは言えぬ。貴様がいかほど力をつけたか、この死が支配する世界において示してみせよ。さあ、早く我が玉座まで来るがよい。我は貴様の訪れを歓迎するぞ。
ようやくここまでたどり着いたか。待ちかねたぞ。この冥王の前に己が魂を捧げるため自ら現れるとは、良い心がけよな。ネルゲル様、我らあなた様のお力に。うわー！冥府の爆砂は我らの怨念で編まれたもの。聖者には決して解けぬと知れ。さあ、ネルゲル様、そやつを倒し、こたびこそアストルティアを滅ぼしてください。させるか！えっ？なぜ、ネルゲル様。誰に指図しておる。消えろ。ありえない。冥王ネルゲルが君を助けるなんて。久方ぶりの戦いに水を差す無粋な配下どもを罰したまでだ。復活の祭壇で感じた通り、あの頃よりはるかに強くなったようだな。見違えたぞ。だが、我はあまねく死を滑る者。貴様が敵を倒せば倒すほど、多くの死を振りまけば振りまくほど、我が力は無限に増大するのだ。さりとて、あと一つ足りないものがある。このアストルティアで最も強き者である貴様の魂を食らったとき、我は完全となる。さあ、決着をつけようぞ。我は貴様の死を復活の呪しとし、こたびこそアストルティアを滅ぼす。生きとし生ける者は全て、死からは逃れられぬのだ。冥王ネルゲル、背筋が凍りつきそうだ。面白い。
少々本気で行くぞ。余興は終わりだ。しいほどの魔力、あれが奴の本性か。それほどの力を得たか。だがそれは我も同じこと。全力で行くぞ。フィナーレだ。私たちは負けない。世界を救うんだ。
再び絶望を与えよう。かの日を思い出すがいい。こたびも貴様の勝ちのようだな。だが我はあまねく死を滑る者。貴様が戦い続ける限り我は貴様が倒した者の魂を食ろうて何度でも蘇ると知るがよい。今はさらばだ、我が宿命の好敵手よ。いずれまた相まみえようぞ。やったな、僕たちの勝利だ。まずい、急いで脱出しよう。皆様、お見事でございました。ささ、急いで地上へ戻りましょう。大地の狭間、出発進行。冥王ネルゲルもレイダーメテスも消え去った。
もう心配ないだろう。これもこの時代で出会った様々な人々のおかげだな。そして誰より、君のね、本当にありがとう。昔、君と約束しただろ。たとえ生きる時代が違っていても、君と僕はずっと友達だって。僕の友達が生きるこの時代のアストルティアを救うことができて、本当によかった。賢者のみんなやハジャブネシたちにも、できれば別れの挨拶がしたかったけど、そろそろ時間切れみたいだ。僕は自分の時代に戻る。残念だけど、今の僕が君と話せるのはこれが最後になるだろう。世界の危機はもうゴリゴリだけど、もう少しだけ君と旅したかった。おめえも乗ってたとはな。おお、なあなあ、聞いたかよ。突然レーダメテスが消えちまったって。あれはきっと X さんの仕業だな。しかしお前も冥王討伐を狙ってたのに残念だったな。ま、X さんには誰もかなわねえからな。やっぱあのお方はすげえや。さすが伝説の冒険者だぜ。そういや、おめえの連れのあのひょろいのはどこ行ったんだ？ずっと一緒に旅してただろ？故郷に帰っちまったのか。ま、そうしょぼくれんなよ。お互い旅してりゃ、またいつか会えら。さてと、次はどこへ行くかね。アストルティアにゃ、まだまだ冒険してねえとこが山ほどある。野を越え、山越え、海越えて。いや、あたしらなら、天だって越えられるさ。次はグレン城、グレン城。おっと、ずいぶん長話しちまったぜ。じゃあな、次に会った時は私が勝つ。皆様、この度は当大地の箱舟にご乗車いただき誠にありがとうございます。皆様のこれからの旅が素晴らしきものとなりますよう、我々一同心よりお祈りいたしております。